改めましておはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。お伺いさをもちまして、2月から約1ヶ月間2月定例議会が終了し、提出した案件についてですね、今回、全て原案通り、可決答弁いただいたというような状況でございます。それでは本日の項目について、説明させていただきます。はじめに、1ページ目でございます。令和5年度繰り返しスマートフォン購入費用の助成についてでございます。市では防災に関する情報伝達手段として、防災行政無線を基本に、安全安心メールや、市公式 LINE、 そしてまた市のホームページなどにより市民の皆さんに迅速かつ確実に情報を伝えられるよう、努めていくところでございます。今回その中で、スマートフォンにつきましては、いつでもどこにいても、お手元に防災情報が確実に届けられる、デバイスであることから、モバイル端末の保有状況が低いとされております75歳以上の高齢者世帯に、スマートフォンの購入費用の助成を行うこととしたものでございます。事業の内容でございますが、スマートフォンの購入経費に対しまして、最大2万円を、補助する内容となっています。また自ら使用する目的で、初めてスマートフォンを購入された方で、安全安心メールまたは市公式 LINE の、登録を行っていくことなどを、条件としており、購入先販売店につきましては、市が指定する市内4店舗となってございます。詳細についてお手元の、資料の通りでございます。次に3ページ目でございますが、コダダム湖畔パークゴルフ場の利用再開についてであります。昨年イノシシによる、被害によりまして、コース内の、掘り起こし被害があったというふうな状況でございますが、令和4年4月19日から、休場しておりました、コダダム湖畔パークゴルフ場について、4月1日土曜日から、施設の利用を再開いたします。被害対策といたしまして、イノシシの侵入を防ぐために、施設外周にイノシシ用の防護柵を設置したほか、掘り起こされたグリーンやフェアウェイ、ラフについて、芝の張り替えなどの修復作業を行いました。また、プレー環境の改善のために、施設内に新たに、あずまえを設置しております。利用申請の手続きは3月20日月曜日から開始することとしております。4月1日のオープン初日は無料開放といたしますので、パークゴルフ愛好家の皆様にはぜひご利用していただくよう心よりお待ちしております。続きまして、4ページ目のふるさと栗原は遠くにありせ、思うものセミナーについてでございます。栗原市では首都圏に暮らしている地方への、移住を検討されている方、また、ふるさとが栗原にある方々を対象に、現在の栗原市を紹介するセミナーを、東京都千代田区有楽町にある東京交通会館を会場として、ふるさと栗原は遠くにありて思うものセミナーをと題し、市単独セミナーとしては、3年ぶりに開催することといたします。開催日時につきましては3月25日土曜日午後1時から午後3時半までとなっております。当日は参加者に栗原での住まい、農業、生活などを伝えるほか、栗原市栗駒とオンライン中継をつなぎ、地元からも栗原の魅力を発信する内容となっております。詳細内容や申し込み方法につきましては資料に記載している通りでございます。最後に5ページ目の観光関連イベント情報についてあります。お手元に本日以降4月にかけて実施を予定しているイベントの一覧をお配りしてございます。4月15日土曜日にセミネ桜祭り、16日日曜日には和歌山桜祭り、月立桜祭りと、これまで、コロナ禍で中止とされておりました桜祭りが、今年は、各地で、開催される予定となっております。
さらに、その前の4月2日日曜日には、昨年はあの一般の観覧車を入れずに開催したおばさまの縁年、おばさま祭りでございますが、まだ規模を縮小して開催しておりました、泉屋お屋敷祭り、これがですね、今年は通常通りの開催を予定しているというふうなところになります。また4月29日、昭和の日には、これもこれまであの御前祭のみを行っておりました、正岡祭り、これも通常開催が決定しております。各種イベントがですね、コロナ禍以前に、の姿に戻りつつあるというふうなところでございます。詳細につきましてはお手元の資料をご覧いただきたいというふうに思ってございます。久しぶりにあのイベント満載の、新月を迎えることになりますので、多くの皆さんにお越しいただき楽しんでいただきたいというふうに思ってございます。その他イベントにつきましては、お手元の資料をご覧いただきたいと思います。私からは説明は以上になります。どうぞよろしくお願いいたします。